小林大地です。はい、はい、あとはカメラついている。さあこのディフェンスにも定評がある小林とのマッチアップ、カメラを苦しめています。を苦しめています。これも川村届かない。川村が取った。下がってスリー決めていきます。下がってスリー決めていきます。新潟もいいですね。あとなんと川村がフォローからこれを決め。新潟もいいですね。あとなんと川村がフォローからこれを決め。打っていく川島、リバウンド川村、打っていく川島、リバウンド川村、持たしてもらえないですよね。なかなか、はい、いや出しどころないか。ここに川村がいる。川村かわしてクラストフ前に川村が通したパスからどうだ。さあクラストフ前に川村がいる。川村背中を通したパスからどうだ。さあ川村さあ川村川村ドリブルからおーナイスパスパスになった。この川村の良さというのはドリブルもあナイスチール。やはりこの川村の ドリブルもあナイスチール。やはりこの川村の良さというのはドリブルもあナイスチール。あとは志賀は佐藤も本当にいい守備をするんです。バックビハインドパスからクラクソフ。本当にいい守備をするんです。バックビハインドパスからクラクソフ。7勝2敗です。
河村ノールックのパス、ちょっとここ河村ノールックのパス、ちょっとここ初めて実現。川村ここでパスを出す、そしてフリーの状態を作っての、さあ川村ここでパスを出す、そしてフリーの状態を作っての、いいですねロスター、しかしここはリング手前、入ってきた渡辺、奪った川村、フェイクして中入ってきてのレイアップ、さあ川村太田のスクリーン、さあ川村パスフェイク入れてラストショットは寺園、